安倍派ができたっていうのねできたっていうか細田派が安倍派になったっていうことでねなんかこれ現在87人ってさっきあおみさん言われてましたけどさっき見たらニュースでこれなんか93人って書いてあるメディアもあって新人の方がちょっと目がえそうでしょだからもうあっという間に入ったのかなっていうねう決めてきましたどうですか本間さん安倍派大きくなりそうですかうん あれじゃないですかとりあえずね、まあ、細田派をそのまま受け継いでるわけでね、うんうん、まあ、しかしさ、安倍派に、私、安倍派に所属してますとかってよ、よく恥ずかしげもなくね、<laughs> あのだってさ、結局、まあ、例えば石原とかさ、<laughs> 落ちちゃった人たち、はい、そういう落ちちゃった人たちとか、そのまあまりは比例で復活はしたけど、はい 彼らがなんでそれだけ苦戦したかっていうと、やっぱりそれってね、ね安倍政治に対する批判があったわけじゃないですか。うん、なのに、えー、その、なんでかわかんないけど、この落ちたり、まあ、あまりなんかクビになったわけだけど、そういうふうになった人たちがいるのに、自分は会長として最大派閥に君臨するってさ。うん これかなり自民党の中でも他の派閥の連中とか結構ムカッと来てる人たちいるんじゃないの、うん、だから、えー、なんかね、まあ、それでやっぱりあとあれだよね、そのこの派閥にずっととどまるっていう議員たちの名前とかよく覚えておいた方がいいよね。うん、で、このあと選挙にはさ、必ず安倍派として出てくるわけじゃない、そうですね。 自民党安倍派って、やる限りは絶対、ああ、安倍のあの、ね、森かけ桜のあの安倍かって、みんなが思うわけで、うん、これってそんなに、なんかその派閥にいる、なんかうまみっていうのが、ずっと続くものかなって、うんまあ、でだって安倍がこのあと、またいろいろとあの攻められるときに、必ずお前、安倍派なんだろうって言われるわけでね。 でも、90人ぐらいいたら安心なんじゃないですか。まあとりあえず、今はそんなに<対>いるから安心。ーまあ、石原派、今7人ですからね。ね。やまあ、もうあそこは消滅だよ、うん。そうですね。はい、で、石破派ももう今、12人になったって言ってましたかね。 そう考えるとやっぱりたくさんいるとなんか安心感あってまだ増えるんじゃないかなって気もしますけどね。うねえ「りかけ桜」って言ってももうお人数でいれば「もうあれは終わったことです」ってもう。まあ中にいる人はそういうふうに言います だから派閥がねなんか自民党脱派閥とか言ってるのなんか最近ますます派閥がちょっと注目されてきてううん、うん、まあそうですよね,ね結局、派閥の力でまあいろいろ言われますよね例えばその岸田派とかのこの宏池会がね大宏池会として麻生派とくっついてこの安倍派とこう対抗するそうなってくるともう自民党の中でこう2つ。 もともとのこうね結局、吉田茂から続く方とそれから岸から続く方のねが2つあればもう野党いらないんじゃないかとか <laughs> ねちょっと展開も楽しみですけど本間さんどうですかやっぱり日本の政治っていうのはその自民党の中で。 その議事選挙みたいにして、ずっとやってきたわけでね、うん、でそういう意味では、あのやっぱり自民党って、派閥をなくすってことはできないわけです、うん、そうですね、うん、で自民党の中にもやっぱりさっきの,あの林さんの話でも出たけれども、はい、林なんか絶対外務大臣つけちゃいけないっていう右の連中もいっぱいいるわけで。うん でもそれをまあそれはねのけてわざわざ林を持ってきてるわけでね、うんだからそういうところってやっぱりまああの自民党は一応、まあ上手って言、結果論だけどね、上手に見えるっていう。そう